この話はある男性の方が体験したその日にちょっと興奮した様子でね、僕にメッセージ送ってきて、七代さん、今日ちょっと不思議なことがあったんですよ、聞いてもらっていいですかって言ってくれた、そんな体験談になります。で、その彼ね、休日を利用して友人と車で長野県某所にある高原に行ったんです。で、まあ、そこの高原に行ってね、普通にまあ観光を楽しんで、で、夕方5時ぐらいになって下山しようってなったんですよ。で、車の運転は彼がしていて、普通にね、こう駐車場から出て、で、下山していくんですよ。で、つづら折りになってるんですよね。だからこう、まっすぐ山道降りてきて、で、急なカーブがあって、またまっすぐで、急なカーブがあって、またまっすぐ、急なカーブってこうね、ぐね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 ずーっと続いてる。まあこういうのつづら折りって言うんですけども、そんな道をね、ずーっと下山していくんです。でまあこう普通に走って、友人と喋りながらね、こうバーって下ったんですけども、途中まで下ってる時に、あれ?ってなったんです。前にも後ろにも車がいないんですよ。ちょうどその時ってシーズンだったんで、そこの高原に観光旅行に来る人ってのは山ほどいたんですよ。で、みんな車で来るもんですから、で、自分たちが下山しようって出た時にも前にも後ろにも車がいたんです。にもかかわらずいつの間にか前後に車がいなくて、自分たちの1台だけで走ってる。そんなことってあるかなって思いながらずっと走ってたんですよ。で、走っていたんですけど、車の後ろから急にカンって音がしたんです。聞こえはしたけど、なんかこう振り返るのもなと思いながら、そのまま黙って運転してたんですけども、まあ今となってはね、その後輪で巻き上げちゃった砂利か何かかなっていうふうに思えなくもないんですけども、その時はなんかこう、うすら寒い感じになったんですよ。で、多分それは隣にいた友人も同じ感覚だったんでしょうね。二人して無言になったんですよね。でも無言のままなんかそうね、こうずーっと車も一台もないとこう走っていくのもなんか気味が悪いもんですから、あ、悪い、ちょっとラジオ入れていい?って聞いて。で、ラジオ入れたんですよ。そうすると、まあ長野県のね、アナウンサーの人がなんか喋ってる音声が入ってきて、はーってちょっとほっとして。で、そのまま車でも運転してたんですけども、運転してると、なんかラジオのノイズがひどいんですよね。なんかずーっとノイズが入ってる。なんでこんなにノイズ入ってんだろうな。でもまあ何もないよりはマシだなと思いながらそのまま運転をしていたんですけども、まあさっきからずーっとこうやってね降りてて、カーブに差し掛かるとギアをローに入れてまあ降りていくわけですよ。で、さっきから同じような動作をずーっとしてるわけですけども、しばらく走ってると友人が、あのさ、さっきから同じとこずっと走ってねえか。って言ってくるんですよ。え?何言ってんだよ、そんなバカなことって思いながら走ってたんですけども、確かに標識が毎回同じとこが汚れたりするんですよ。いや、そんなバカなって思ったんだけど、ずーっと何度何度こうカーブを走っていっても同じカーブがずーっと続いている。似てるとかじゃないんですよ。さっきから山の標高がずーっと変わってないんですよ。ちなみに言うと、この彼、まあ、友人もなんですけども、長野県内に住んでいる人たちなので、その高原にも何回も今まで行ってるんですよ。で、カーブの数ですらもう頭に入ってるぐらいなんです。そう考えると、さっきから異様にカーブの数多いなと。もう一体何回行ったり来たりしてんだろう。もうとっくに下山して、麓のね、交差点まで着いてるはず。いつになったらこのカーブ終わるんだ、そう思えてきたら、またこうスーッと背中の寒さがぶり返してきて、どうしようってなったんです。でもどうしようもないですよね。もう走るしかない、止めてどうなのって話だし、だからもうずーっと手汗がもうびちゃびちゃなんですけども、ハンドルグーって握ってグーって運転したんです。で、そうこうしているとバイクの走行音が聞こえてきたんですよ。あーんって。あ、後ろから来てんのかなと思ってバックミラー見たけど、来ないんですよ。あれ?って思ったんですけども、よくよく聞いてるとそれは生の音ではなくて、
ラジオから聞こえてくるんですよ。ラジオもさっきからもうノイズがもう勝っちゃってて、アナウンサーの声がほぼ聞こえない。でもかすかに聞こえてる。そしてノイズがバーって走ってるんですけど、その合間を縫ってバイクの走行音が聞こえるんです。え、これなんだろうって思ってるんですけども、まあ、それを口に出すでもなく、もう友人もまあ明らかにやっぱりうろたえてるんですけども、そのバイクの音がずっと聞こえてきて、しかもその走行音どん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 大きくなってる。要するにそのバイクが近づいてくるような感じがするんです。でだんだん怖くなってきちゃって、ラジオを消そうと思ったんですね。だけど消えないんですよ。何度押しても消えない。おい、なんで消えねえんだよ。おい、なんでだよ。パニックですよ、もう。でも運転やめるわけにはいかないわけですから、もうひたすらハンドル握ってこうずっとやってるんです。でやっぱりカーブがずっと続いてるんでね、まあ、さっきからもう同じことを繰り返してるわけですから、またいつものようにカーブがやってきたから、ギアをローに入れてそのままぐーっと減速していくはずだったんですけども、減速しないんですよ。あれ、おかしいな。え、なんでだよ。ブレーキも踏んでる。全然減速しない。むしろ加速するんですよ。もうさっきまでカーブのところはすごく減速してたんですけども、加速していくもんだから、このままいくと急なカーブが回れない。もう岸壁にそのまま行っちゃうとぶつかるっていう状態。うわーって思ったけど、ハンドル切れないんですよ。手もガチガチに固まっちゃってる。金縛りというか、もう緊張というか、なんかこうもうおかしくなってるんですよ。もう何もできない。ブレーキも踏んでるのに効かない。うわーって、そのまま壁に激突しそうなぐらいまでぐわーって走っていっちゃって、ギリギリ最後でハンドルをギャーって切ったんです。切った瞬間にパッて急に視界が開けて、麓の交差点の前にいたんです。信号があって止まってる。はあ、はあ、なんだよ今の。で友人の方を見たら、友人もポカーンってした状態で、俺らいつここに出てきたんだよ。そんなことがあったんだけど、何度思い返してもやっぱりカーブの数が感情合わないし、何回もやってきた看板とか見る限りは何回も同じところを走っていたとしか思えないんだと。信じてください。信じてもらえないかもしれないですけど、本当にあったんですって彼は言っていました。そんなお話でございました。はい、というわけで今回のお話はカーラジオの走行音というお話でございました。いや、実はですね、この話結構細かい地名までねいただいてはいたんですけども、まあ一応伏せさせてもらっております。ただその地名っていうのがですね、僕が2年前婚約者と同棲していたのが、まあ長野県の某所なんですけども、そこからすぐ近くなんですよね。だからものすごい地名っていうか、その道すらも知ってる道だったんですよ。でまあ随分と不思議な話ではあるんですけども、鍵になるのはあのカーラジオから聞こえてきたバイクの走行音なんじゃないかなとは思うんですよね。でこっからはもう完全に妄想というかね、まあ僕の個人的な考察になっちゃうんですけども、あの一連の出来事っていうのは、これもしかするとそこの道でかつて事故を起こして亡くなったバイカーさん、まあ、バイク乗りの人が自分が死ぬ時の風景を見せてきたんじゃないかなと思ったんですけどね。まあでもどうなんでしょうね。ちょっとまあこれはあくまで、まあ、僕の考察の勢いでないんですけどね。はい、というわけで本日の話、怖いな、面白いなと思っていただけた方は、よかったらいいねボタンをお願いします。そしてご感想等はコメント欄にお願いいたします。それとチャンネル登録まだの方は、よかったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまたねー。